大晦日ということで、大晦日から始まるこのシェンムーは2018年第一発目のシェンムーとなります。テリーを倒したが香港から待ってろら待ってろらんてみたいなことを言っておりますがね、2018一発目のシェンムーとなりますが、こっちのシェンムー世界では大晦日となっておりますけども、多分もしかしたらこれがシェンムーラストだね。2018一発目がラストになるということになっちゃいますね。せめてこれをもう行くの、金ないけど、皆さんからと少ないけど俺からりょうさんへ。いやだってそうは言ったって福さんの貯金箱も壊しちゃったし、生きて必ず帰ってきて、なんかもう行くみたいな流れに、金ないよ金ないよ、3万ぐらいしか持ってなかった気がするけど、どうすんの、全然金貯まってないし、ただしたことといえばマッドエンジェルスを壊滅に追い込むほど殴り倒してテリーもボコボコにしたってだけだけど、なんかこの流れ大丈夫大丈夫、これバッドエンドじゃない、旅に出るわっていうだけで。イネさん見とる、ナムー、生タブ生タブ、ナミヤミタブです。目が死んでる。あの最後ぐらい、あの街を歩かしてほしいな。街を徘徊させて、グググじゃねえよ、最後に腹先に合わせてくれ。キリ顔の動きが取れる程度には技術力がもうこの頃にはって感じだね。バーチャル YouTuber の話を全然パートでちょっとしようとしてて宙ぶらりになっちゃったね。こういう風なりょうさんのモーションとかを使って俺が喋ったら、まあバーチャル YouTuber と何も変わらんわな。あ、違うんか、バーチャル YouTuber って何か、自分の動きをもうトレースしてるのか、それができなきゃダメだな。いや大晦日にこんななんかね、だ街誰もいないよな多分な。寂しいっす、寂しいっていうかどうすんの、あれ村上じゃん、どうしたんだ村上、チャリの漕ぎ方変じゃないか、花屋の間、間、ちょっと間、間、間、ちょっと腹先に話しかけないの。勝手に行くなよ、腹先みたいなこと言ってたのに、自分の方には別に腹先に何の連絡もなし、行くのか。あと村上とか田島、村上じゃねえわ、中村とか田島とかにも、あとバイク貸してくれた人とかにも、一言も声かけずに。行くんですか町を。3月16日午前私は今この町を出て行きます。なな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 ってな、あの坂本真綾の置き手紙っていう曲がすごい好きなんだけど、少年アリスっていうアルバムにね入ってるね、その一番最後のトラックのね置き手紙っていう曲がすごい好きでね、歌いたいんだけどね、おもむろに歌ったところで知ってる人いねえわ、そんなマイナーなアルバムのマイナーな曲なんて誰も知らねえわ。この再生数が1万再生ぐらいいた時に1人ぐらいいるかいないかっていうレベルのあれだよな。そういう、ね、そういう歌の話ってさ、坂本真綾好きなんです、坂本真綾さんが好きなんです。あの置き手紙って曲がすごく好きで何回も聞いたな昔は、今は聞いてないけど、置き手紙って気分にならないと聞かないよ、街を出ていく時しかそんな曲聞けないよ。もうなんかあの青春の曲みたいなのあるじゃん、青春時代の曲とか高校の頃とかそういう曲ってさ、完全に坂本真綾色に埋め尽くされてるかな俺の青春時代の曲っていうのは。あの学校帰りに、
学校帰りとかに中古の CD ショップとか探して坂本真綾のアルバムを探すのが楽しみだったみたいな。で帰ったらそれずっと聴いてるみたいな。香港行きの手配、スタイルとかでも借りれたらいいです。じゃあ全部だっつか、坂本真綾のものは買ってたの、借りるのもよくないと思う。何でほほう、何本当にありがとうございます。話聞き忘れた。お前は香港に行かせてくれるって話だよな。心配だぜ、俺がついていく。おお、ありがとう。どういうこと、どういうこと。一人で行かすわけにもいくまい。それに乱定の動きを我々も知っておく必要がある。秘書をつけてくれるんですか。ということさ、ということさ。握手。我が遠征犬が旅の手助けになるだ。何遠征犬って。え？宋の代より河北省に伝わる飛犬遠征犬。何それ。その奥義、遠征配流を君に教える。遠征配流、ここで技を、ここで技を教えてくれ。これは相手の攻撃を利用して投げる技。そんな技使うときないかな。まず型を説明する。よく見ておきたまえ。変なゲームだよな。技が大事みたいな。相手の攻撃を受け流すよう一歩後ろに下がり、同時に腕に力を込め相手の重心を崩し、すかさず足を蹴って投げる。実戦ならここで突きを入れる。投げただけではとどめにはならないからね。まずは体さばきからやってみたまえ。このシリアスなシーンでさ、それいる？後ろにとか言ってる。いる？いいの？よし。いいの？体さばきはそれでいい。次は下がるのと同時に腕を使って相手を。無理、そんなの無理。やってみたまえ。相手の動きに合わせて、まずはい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 、出ないんだが、その後ろ、これそう、その感じ。え、次は相手の足を。 Y ボタン押さないの。さあやってみたまえ。いや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 、これよし、肩はそれでいい。だが遠線配流は相手の攻撃を捉えて、まあまあそうだわな。身についたと。まあまあそうだわな。師匠、相手を。え？短期間で身につけるには実戦が必要。お前は。ええじゃないじゃん。さっき見せたじゃん。人体人に師匠。ねえって、そのアクションもおかしいけど。しかしその、いざいかんってしたときに、この技の習得は。動作をもう少し素早く。え？これ？これでいい？これでいい？絶対この技使わんから。出せるわけねえぞ。20人とか30人とかに囲まれて出せる技じゃない。こんなあのおしゃれな技はいらないです。ハリケーンキックがまだ役に立つ。いえ、お二人の指導のおかげです。もっと役に立つ技を教えて。相手の攻撃を読んでこそ進化を発揮する。もっと役に立つ技を教えて。タイミングがつかめるならもう少し練習して。打撃技を教えて。投げ技とかカウンター技とかいらないから。まあやめる。いえ、もう大丈夫だと思います。もう大丈夫ってのはもういいですって。そうか、今の私にできる。なんかもうちょっとできることあるだろう。このご恩は忘れません。もっと遠征系の中でもっと役に立つ技を教えてくれ。行くか、はい、頭ボケとるこのじいさん。沿線発流嫁ボケ取る。もっと役に立つ技を教えて。こんなカウンター危ない危ない。
長。おお。すげえ、あの高さから降りて無事。お前、香港行けない。ビコーズ、俺様に負けるか。ビコーズって名前なのかと思った。英語にしてビコーズをカタカナにしないで。沿線。こんな蹴り使うやつとかにさ、使えないでしょ。使えないじゃん、やっぱり。さっきの役に立たねえ、もう。出そうとしてんのに。強いこいつ、やっぱり。ここまでの流れがもうぶった切れちゃった。ありがとう、もう一回やらせてくれて、リベンジさせてくれて。さっきの遠征なんちゃらって技を出そうと思って、なんかカチャカチャしてるうちに負けたわ。こうか、んこう、いや違うの、こうこうか、あれ分からんな。後ろ X、 これだ、やっぱ出せねえよこんな技。もうハリケーンキックで決めてやる。こいつ体勢低いから、なんか蹴りがうまいこと入らん。これ強いわ。難しいな。ほう、しばらく寝てたい。悲しい、全然うまいこと戦えない。うわあ、難しいなぁ。動き取り機だからさ、なんかこのカウンターも決められなくてさ、どうすりゃいいんだ。逃げるか、しばらく。逃げた逃げたでこの塩梅だしな。俺が下手なのは否めない否めない。しかしだな、敵も強いと言わせてほしい。強いってこいつ、強いって。なんかね、体勢重心低いじゃん。そのせいでなんか、なんだろう、当たんなかったらすぐにカウンター来るし、でなんか棒持ってるとかだったらモーションでかいからカウンターとかそのかわしたりできるんだけどさ、それがどっから来るのかよくわかんないんだよな。だから投げ技にもつなげにくいんだよな。一発かわしてとか、一発すかして、その後あの3発目食らっちゃいかんな。重ね合ってが通用しないからな。これでいこう。どんなバトルだよ。相手の五の制御を取らんといかん。戦いがレベル高すぎる。
んな前切りはダメージ与えられないわな。くそこれは弱いよ。大してダメージ与えてないよ。今のやつは、今のやつは暴発だから。な、投げが遠いな。投げの前に入りたいんだけど。投げる、投げがやっぱ強いんだけど、投げに、投げの間合い怖いなこいつ。やっぱりそのまま海に、そのまま海に落とせ。もう海にめんどくさい。体力を全部削るとか思うな。もう海に落とせ。投げ殺す。強いな。わちゃ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 ってなった瞬間が強い。この線を取る。この線を。よし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 。この線取ってる。この線取ってる。この線って適当に言っちゃってるけど、なんかルロケンで出てきたからなんか言っちゃってるけど、いまいちよく分かんない。ここで投げられないんだよ。ゆっくり戦ってるとこっちの体力回復してくから。向こうも回復してんのかな。そりゃねえだろ。投げはこれがあるんだよな。外されるんだよな。パンチ。ショートパンチ。ショートアッパー。ショートアッパー、違った、ブローだった。あれショートパンチとこれだ。これが出したい。ショートパンチ、ショートアッパーだ。ショートアッパー、後ろ後ろ2回1本。これショート、大して威力ないな。これだ、肘当て。うん、これ浴びせていこう。浴びせ蹴り、浴びせ蹴りつか、なんつかな。終わった、終わった。うん、なんかまあ今いいでしょう。倒せないことに比べれば倒せたら十分。なぜお前がここにいる。なぜお前はここにいる。長いバトルだったな。あの流れ寸断しちゃった。性格いい感じの流れだったのに。クギャー。し、香港。乱帝は香港か。張り付けにしろやつを、あのハゲ野郎。もう吐きるもの全部吐かしちまえ。構わん。もう船の上にいるっちゅう話か。小舟だなこれは。小舟から大きい船に乗ってる、その移送中みたいな感じでしょ多分。違った、クルーザーみたいな船だった。え、これでそのまま行くの。これでそのまま香港まで行けるの。あんな小さい船で酔うよ。フェリーはあれで行けるの。フェリーあれで行けるのかね。香港まで、あんな小さい釣り船みたいなやつで。あ、違う違う違う、やっぱあっちのでっかいやつ乗るんだね。あっちのフェリーみたいなやつ乗るんだね。そりゃそうだよな。でもあれでわざわざ行くと映るの難しくね。はい、ちゅうことでね。ちゅうことでシェンムー、え、ちょっとさ、ちょっと不意打ちやめて。不意打ちやめて。気を抜くなということですか。シェンムーをやってる間は片時も気を抜くなと。
新年一発目からこのダメプレイを何度も何度もお見せするのはいかがなものか。すっきり始めたいよな。ちょっと待ってくれや。集中していく。喋りながらとかじゃダメ。そんな甘いもんじゃないシェンムは。全部間違えてる。対応できてねえ。うるせえ。俺のこのこんな。クソがスムーズな流れで最後終わらせようと思ったのに許さねえ。ちょっと最後でなんかやらせてくんないのかよ。全部一通り間違えちゃったじゃん。キショ海に落ちたからって。そんなに足が俺のせいで別にさ、ランテスがすぐに終わなくていいんじゃない？ちょっと待ってから行けばいいじゃん。すぐ追う意味ないよ。すぐ追う意味ないよ。しかし、代わりに信頼できる人物を紹介しよう。ありがとう。なんかもう行く流れになってるけどさ。ローシ、通り書覚えておこう。住所はここに入る。別に今日行かなくていいんじゃない？なんかその今日起きようむや起きれるみたいな、まあ、足挟まれたわけじゃないかな、あの鉄筋コンクリートに、鉄骨に、コンクリートじゃないわ、鉄筋にね、挟まれたわけじゃないから、まあ多頭まで立てるぐらいだ気がだと思うけど。いやー、行くの？ちょっとあの気象治るの待った方がいいんじゃないかな。ランテイさんはほら、もう行っちゃったからさ、急いでおう必要ないっちゅうか。どこに行ってんだ。第18番倉庫の方に行ってるけど、アフェリーも乗ろうとしてる。このままパート続けますよ。20分過ぎてますけど、いいんですよね。いいですかね。いいんですかね。時間がちょっと気になりますね。原崎に挨拶して行こうや、せめて。俺今日街出るからってさ、電話かけることもできんかったな、原崎に。あれ？いつの話これ。原崎くん。かわいい。うん、大丈夫。でも違う意味で驚いちゃった。あ、今これか。原崎は取られたんだな。会おうと思ったらお祈りしてたら後ろにいるからっていう話だな。葉月くんが突然現れたんだもん。かわいい。俺のこと？香港に行くんでしょ。香港どうして？それを福原さんを問い詰めて。問い詰めて。だってこのところ葉月くんの様子が。そうだったのか。これ下から光が当たってるけど、どっから光が当たってるんだ。すごい右下からすごい光が当たってるけど。何何？お守り。どこで買ったお守り？手作りだったらいいけど、それぐらいのお守りどこ？どんなことがあっても葉月くんを守ってくださいって一生懸命お願いしてあるから。原崎よかった、葉月くんにちゃんと渡せて。カナダに戻る準備がいろいろあって、ここのところ結構忙しいんだ私。そうか、原崎はもうすぐカナダへ。じゃあ私帰るわ。ああ帰れじゃないな、ちょっとそんな感じ。最後ぐらいちょっとなんか
抱きしめるとかそういうのないのかよ。握手するとか。トムとは最後こういうなんか握手ぐらいあったけどさ、ね、トム違う、トムがこのなんかこんな手をコンコンってやつ、キショウとは手をつなぐとか、手つなぐ握手とかあったけど、原崎とはなんかその触れ合いが一個もねえんだが、そんなもんか。お守り渡されただけじゃけど、だけじゃけど、なんかルパンじゃねえけどさ、なんかもうちょいカリオストロの城じゃないけどさ、原崎がこう近づいてくるけど、ここで手を回してはいけないみたいな、このルパンのこういうあの指をこうワキワキさせるみたいな、そういうのそういうのないけどさ、なくてもなんかそういうのあっていいんじゃないか、抱きしめるぐらいあっていいんじゃない。もう淡白だな。もう進んでるけど、ストーリーが勝手に尺が時間的なものが、ボロいとは言っていいのかどうか知らんけど、重い船だな。重みのある船だな。あのハゲのやつにとどめをさせなかったのが心残り。あとあの食堂のおばちゃんがなんか言いかけてたことも心残りだ。何を言おうとしてたのか。それからあとあのボブだっけあいつ。あれボブじゃねえ、もう名前忘れてるや。あの黒い黒人のあの外人の人の名前忘れたら、ボブじゃねえ、ボブ、ビリーかな、ビリーだと思うわ。ビリーのさ、あの弟が行方不明なんだって、その話も聞き出せてねえだろ。まあそれぐらいか、心残りは。いっちゃいますね。原崎はもう思い出だもんな。そのもの、東の立つ国より、海を渡りて現れり。若者、姫し力、未だ知らず。彼の身、滅ぼすことも、彼の願い、叶えしことも、そのもの、勇み立つとき、我を求め。共にあれのの道を行かん、まして願え、開口は我の古よりの定めなり。漆黒の夜は広がりしも、明星は一つ輝き、長き物語は今始まれり。つってな、長き物語が今始まれりっていう恐怖、そしてまだシェンムー2しか出てないっていう長いストーリーのまだ2しか出てない、10年ぐらい経って。いらねえよ別に、これ顔で出すの俺原崎の方がいいよ。原崎には氷あったよ今のところ。そしてシェンムー3が出るだか出ないだかみたいな話でしょ今はね。シェムー3出たらやりたいね、俺とかやりたいね。でもまああの持ってないからできないけどね、 PS4 も何も。ストーリー by You 鈴木 You って人がストーリー考えたんですって。へえ。これ最後まで見た方がいいのかな。終わっちゃいましたシェンムー。終わることができましたね。新年一発目にしてシェンムー最終回ということがになりますね。よかった終わって。でももうちょっとなんか心残りやな。フォークリフトのバイトもう 2,3 回ぐらいあってもよかったな、そういうつもりだった。まあ、1回やったっていうのがあるから、こんな感じだったっていうのを少しずつ場面場面を覚えてたりするんだけど、いつ何があったとかどのタイミングだったとかそういうのはなんか曖昧だったもんで、なんか もはやここで終わると思ってなかったな。あともう一回ぐらいバイトするかなと思ったけど、なんかバイト辞めさせられたあたりからもうスッと終わるんだろうなとは思ったけどね。もうなんかもう終わりを意識 し始めたけど、もう30分超えちゃう。しょうがないね。語っていくかシェンムーのこと。シェンムー2のことはね、その昔ニコニコかなんかに上がってた実況じゃないな、プレイ動画で一応一通り見てる
でもそれ見たの本当すごい昔だし、自分がプレイしてるわけじゃないから多分何も分かってないんだと思うけど、見たことはある。でなんかあの背の高い女の師匠みたいなについて練習したり、シャオメイ小梅みたいな名前の小さい女の子と仲良くなったり、ファン名さっきあのね左上に顔が出てた、この辺りに顔が出てた、この辺りに顔が出てた、あれファン名っていうはずだけど、はなんか確か最後の方にしか、シェンブル2でも最後の方にしか会わんかったような気がするんだよな。そんな風なちょっとストーリーは知ってるんだけど、まあ場面はあんま知らない、覚えてないって感じがあるな。結構なんかボリュームがあって、シェンムー2はね面白そうだった、面白そうではあった、そのシェンムー1に比べるとね、この今やってるシェンムーに比べるとね、うん、まあだってほらこの地味な街でさ、地味な港でやってるので、なんか完結するシェンムー1に比べればだけどね。ただなんか思ってた以上に原崎可愛かったな、今に思うと、うん、原崎なかなか可愛かったな。だからもっと優しくしてあげたらよかったんじゃないかなってことを今更ながら、優しくあげられたんじゃないかなっていうのを今プレイすると思うね。ツンケン尖ってる感じとか、クールってかっこいいみたいな感じの、別になんか声かけないとか思いやらないとか、思いかけない、声かけないみたいなところがさ、まあね、やった当時は別にそれを違和感なかったけど、今にして思うとなんか原崎のことを考えるとちょっと意思疎通がもうちょっとした方がいいんじゃないかなってことを思ってしまうね。言葉が足りないからもう原崎は多分カナダ行ったら忘れるよ、葉月亮のことは。もうこれはそんな感じがするね、そんな感じがしてしまう。まあでもやっぱりやってみて、パート57、8、これパート50何本言うとったかな、57で58、50、今何本になる。まあまあまあパートのことはいいわ、もうこれ最終回ってあげる、そんな感じのタイトルだと思うから、シェム最終回ってあげるけど、もう長かったね、こんな長くなると思わんかった、こんなシェンムーって長かったかなっていう、まあ一つずつ動画としてねあげるから、20分ぐらいの区切りでちょいちょいであげたからだと思うけどね、非常にその時間がかかった。8月だぞこれ始めたの、シェンムーの実況でもって俺のこの実況やっていくっていうスタイルをねやってみようかなと思った、その一発目のドリームキャスト一発目っつってやったシェンムーがやっと年越して終わるんだからね。まあ半年はかかってないけど、さすがに半年かかってないけど、しかしこんなかかるかっていうぐらい、でも楽しめた、うん、実に楽しめた。ここまで全部見てくれてるようなそんなすごい人はいないと思うけど、でもそれなりに楽しく充実した日々だったね。パート60パート換算したとして、1つ20分だとしたら20時間だ。まあ20時間長いな。長いけど、まあ見るには見れる時間かもしれない。1日1時間見て、まあ20時間なら1月で終わるみたいな感じ。まあ娯楽としてはちょうどいい感じかな。こんなもの見るやついねえよとも思うかもしれんけど、まあずっと喋ってきたんでね、1つ自分が生きた、ここで喋ったというのは生きた証としてネット上に残るというのはまあ悪かね。次何やるかな、シェムー2やりたいな、いつか。シェムー2やりたいね。持ってないんですよシェムー2は、だから気楽に始められないっていう。まあいずれ手に入れたらやろうとは思いますけどもね。スタジオ4度 C ってなんか、4度 C っていうなんかあれない、ブランドない、4度 C? ツタヤがある。ツタヤ。なんでツタヤが今あんの？スポンサードがいっぱいある。東宝？東宝が関係するの？ボイス。これ声優関係かな。
こういうところに名前が残ってておっていうのもあるのかもしれないね。その当時携わってた人たちのさ、今もう会社結構こんな感じもう残ってなかったりするのもあったりするんだろうけどね。いやー疲れた。お疲れ様です。お疲れ様です。ここまで見てくださってね、見てくれてる人がいるからやれるってところもある。また何か面白いことを、面白いものをあげられたらと思います。シェンム2もねやりますし、シェンム2もやります、いずれやります。いつとは言わん、2018年に中にやるとは限らんわ。やれんと思う、やらんと思う。そんなポイポイあげない、あげないと思う。忘れた頃にやると思う。ヤマハだと思うけど、いずれやる。シェムも、シェム嫌いじゃないね。好きとも言い切れないけど嫌いじゃないね。まあ、タイメックス、タイアップウィズ、なんでタイメックスここに入るの、いきなり。しかもなんかでかいスポンサーのうちの一つだな、タイメックス。へぇー、面白。ユウ・スズキって書いてある、多分。この人はプロデューサー、ディレクターなんだろうな。ああでも楽しかった。そして一息つけた。やっとシェンムー終わった。なんかまたやろう。なんかまたやろう。シェンムー70人組でとかいうのがあるから、それもやろう。それ最後にあげて、うん。お茶を濁していこう。ちゅうことで。でいいんかな。ちゅうことで。ちゅうことで、シェンムー第1部完。ってことでいいかな。ピポピポーンでタイトルかな。ね、やっぱタイトルだ。一生横須賀終了でございます。いやーパチパチパチとパチ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 とやっと終わりましたが、あとほら70人フリーバトルタイムアタックっていうのがあるのでね、これおまけとしてあげます。またよかったら見てください。ちゅうことでほな、別のまた動画で。そしてもうシェンムーだけ見たいって人は、次いつかから、下手したら1年後とか2年後とかになるかもしれない、シェンムー2の実況でお会いしましょう。それまでお元気でね、いてくださいね。ほなまた。